弁護士会プレゼンツ、隣の弁さん。弁さんは大阪弁護士会に所属する弁護士さん。でも私にとっては頼れるお隣さん。さて今日はどんな話を聞かせてくれるんでしょう。大阪弁護士会プレゼンツ、隣の弁さん。この番組は悩まんと頼りにしてや弁護士よ、一人やない、大阪弁護士会がお送りします。先週に引き続き、大阪弁護士会消費者保護委員会所属、西塚直行弁護士です。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。事前に書いていただいた西塚弁護士のインタビューシートを拝見しますとですね、本当にこの弱きを助ける正義の味方っていうのがこうじわじわっと伝わってくるんですけれども、この消費者保護委員会に所属していらっしゃるっていうのも理由なのかなと思いつつ見ておりました。そもそもね、弁護士を目指されたきっかけって何なんですか？そうですね、まず私がこう小学校中学校の頃っていうのはどちらかというとこういじめられる側だったので、こう学校の先生になって、まあこういじめ問題に取り組もうっていうふうに、まあそんなことも考えてたんですね。じゃあ教師になりたいってその頃思ってらっしゃった？そうなんです。通ってた塾の先生が法学部出て、そこでその教員免許取られてたって話を聞いてたので、それでじゃあ僕も法学部進んで、その教員免許も取って、まあ法律も勉強して教員の勉強もすればいいなと思って法学部に進んだんです。で法学部進んだらやっぱりその周りに司法試験の勉強している仲間、友達がいて、話をしていると、まあ学校の先生よりもその弁護士になった方がこう人を助けられる範囲が広がるんじゃないかなってっていうふうに考えて、司法試験の勉強も始めたという感じですね。法学の勉強、弁護士の勉強というのは大変でしたか？そうですね、僕がそこまでこう頭が良くないっていうのもあるのかもしれませんけれども、やはり合格まで長い時間かかりましたね。はい、そうですか。大学時代から勉強を始められて。そうですね、大学院ロースクール通ってで司法試験に受かったので、勉強始めて約、10年近くはかかってるんじゃないかなと思います。法律ってこう勉強しているとやっぱりこう面白いなっていうところがありますか？そうですね、パズルみたいにこうパチパチパチっとこう話がはまっていくっていう時もがありますし、そういうのも僕面白いですし、あるいはやっぱこう実際の事件、興味深い事件の、昔こんな裁判がありましたっていうのを勉強するのもまた面白いです。パズルのようにこう頭の中でパタパタパタっとこう合っていく瞬間っていうのがあるんですね。 ありますね。でこうスパッとこうスタートからゴールまで一本の道でこう論理がこう流れていくとすごく気持ちいいですね。はー、いいな、なんかそれって頭のいい人のなんかセリフですね。そんなこと言ってみたい。ちょっと私今ね、ちょっと今度何かの時に言ってみよう。どこで使ってみてください。西塚弁護士は本当に、民事事件もそうなんですけれども、刑事事件にも向き合っていらっしゃるということですよね。やっぱりその刑事事件の難しさ、一方でやりがいというところもお話しいただける範囲で構いませんので。そうですね、やりがいで言えば、これは私が担当した事件で一番印象に残っているものとしては、身寄りのない本当にお若いホームレスの男性の方が万引きした事件を弁護したことがあるんですけれども、判決が出た後身寄りがないので、放置するわけにもいかないので、判決が出た後に迎えに行ってですね、で一緒にホームレスの支援団体のところまでこう連れて行ったんですけれども、その連れて行く途中の駅のホームで2人でこう缶コーヒーを飲んだんですけど、その時に、彼が缶コーヒー飲んだ瞬間に、ずっと白黒だった街に色がついてますと言って喜んでくれたんですね。もう彼にとったらもう絶望しかない、そのところにこう少し色をつけてあげられた、少し希望を持たせてあげられたっていうのは、本当、この仕事のやりがいの一つなのかなと思います。
良かった時のその嬉しかったことっていうのを思い出されるっていうことですね。そうですね。大変なことも多いですか。そうですね、まあ、結構皆さんエアコンの効いた部屋でこう仕事してるんじゃないかって思われる方もいらっしゃるかと思いますけれども、まあ、でも実際事務作業も膨大ですから。そうですね、膨大ですよね、はい、そのイメージあります。そうですよね。でも、まあ、結構外に出ることも多くて、僕なんかこう1日こう1万歩歩くのはもう平均的なので、はい、結構こう事務所にいる時間の方が短かったりするんですよね。そんなに歩かれるんですか。そうですね、こうやっぱりこう捕まった人に会いに行く、警察署とか拘置所にこう面会に行くためにこう歩いたりとか、うん、あるいはこうお年寄りのこう財産を管理する、まあ、成年後見という制度があるんですけれど、まあ、そのためにその、自分が担当しているお年寄りの自宅あるいは施設まで行ったりとかですね、うん、そういうことも多かったりしますね。そうか、実際に出向いてお会いして。でも1日1万歩って結構ですよね。そうですね、結構なんですけどなかなか痩せないですねお忙しい中でなかなかないと思いますけど、自分時間、ちょっとした自由時間は何をされてるんですか。そうですね、自分時間本当ないですよね自分自宅に帰って何してるかって、やっぱりその大学 の、 その非常勤講師の仕事をしてるんで、その仕込みをしたりとかしてるんで、授業の準備も。そうですね、授業大学で非常勤もされてるんですね。そうなんです、そうなんです。そんな大変なこと引き受けなくてもでもやりたいんですよねやっちゃうんですよね。そうなんですよね、もともとその、教員になりたかった、人に教えるのが好きだっていうのがあるので、それで機会いただいて大学でこう教えさせていただいてるんですけれども、やっぱりこう自分でこうやりたいって言った以上は責任持ってやらなきゃいけないので、やっぱりそういうことを、そうですね、自分時間っていうよりかはどちらかというとそういうそっちの方に仕事関係の方にこう時間を使っちゃいますね。なんか面白いですね、いろいろ大学で教えてらしたり、あとこの自分時間少ない中でも電車での移動が好きというのもあります。そうですね、出張の時に電車の移動があると本当嬉しいですよね。なんでですか子供の頃から電車乗るのが好きで、それこそ母親とこう名古屋までローカル線乗って出たりとかってしてましたし、今も何でしょう、こう仕事で電車に乗って移動しなきゃいけない時、今検索とかですぐ最短ルート出ますけど、あえてちょっと違うルート行ってみるとか、そういうのをしちゃいますね。そのローカル線がお好きなんですか、それとも。でもローカル線も新幹線もどちらも好きなんですけど、どちらかというとローカル線の方が好きですかね。で見るよりは乗る方が好き。そうですね、電車から見る景色もそうですし、はい、その中にいる人たちのこう話し声とかですね、その会話の中とかも中身とかもこう地方地方によって違うので、そういう、はい、なんていうんですかね、こう景色の違い、文化の違いっていうのをその感じるのが好きなんですかね。そういう目線があるんですね。私もちょっとそれで乗ってみよう、もし子供の頃はきっとその運転士さんがでっかい電車をこう動かすんだっていう、多分そこから始まったんだと思うんですけれども、じゃあ乗るなら最前、もう最前で先頭ですね。じゃあその先頭車両の運転手さんのすぐ後ろにから行っているタイプの男の子だったわけですか。そうです、そうです。やっぱり子供の頃の夢はやっぱ電車の運転士でしたから、夢大きい少年だったんです ね、 そうですね、この先生になりたい、運転士になりたい、もういろいろこう思ってました ね、 ね、本当に。他にもそうですね、電車の運転士、学校の先生、弁護士の方が、あと面白いところ、行事になりたかった。行事、お相撲の、とか、その野球の審判とか、そういうジャッジする方ですかね。僕は小学校中学校野球をやっていて、はい、もう運動神経なかったんでも補欠だったんですけど、はい、やっぱその裏方の仕事をやってる時に、プレイヤーはちょっとなかなか難しいってなると、例えば練習試合で審判やったりとかもしますので、裏方の仕事をやってる時にそういうジャッジ の方に興味が湧いたっていう感じですね。でもそれって本当に今のお仕事にもつながっているような気がします、生活日々ね、姿勢の人々を裏からずっと支えるっていうのはつながってるんじゃないですか。そうですね、やっぱりそのこの仕事ってその誰かを支える仕事だと思うので、子供の頃 の、 その体験っていうのは本当に今つながっているかなと思います。
ぜひお聞きしたいんですけれども、あの西塚弁護士のポリシーであるとか、こう座右の銘っていうのがありましたらぜひ教えてください。そうですね、あのとにかく謙虚に生きなきゃいけないなと、もう十二分に謙虚に生きてらっしゃいますじゃないですか。いや、やっぱこの弁護士ってやっぱその先輩弁護士たちが築いてきたものをまあ使わせていただいて、これから弁護士になる人にこうつないでいかなきゃいけないなってなると、うん、やっぱりその弁護士っていう地位にこうあぐらかいちゃいけないし、うん、あのかといって選ぶってもいけないなと思ってるんですよね、はい、なので、まあ、座右の銘っていうんですかね、僕の好きな言葉にそのかけた情けは水に流し、受けた恩は石に刻めっていうあの言葉があるんですけれども、はい、依頼者のために何かするとか、うん、あるいはその誰かのために何かするっていう仕事ではあるんですけれども、はい、まあ、したからといってそれでこうなんかほらあの時あのことやってやっただろうっていうんじゃなくて、うん、まあ、それはもうそれとして、でも自分がしてもらったらそれは誰かのためにまた今度するべきだっていうところで、まあ、受けた恩は意思に刻んでしっかり忘れないようにしようっていうふうには思ってます。先週もご紹介しましたけれども、18歳川柳大賞、ここでもう一度お伝えしておきませんか。 ありがとうございます、はい、あの大阪弁護士会では18歳川柳大賞、17までは未来成人、18からは今成人として成年年齢引き下げと消費者問題を題材とした川柳を募集しています、うん、あの高校生の部、一般の部がありますので、はい、まあ、詳しくは大阪弁護士会のホームページをご覧いただいて、あのぜひあの応募していただければと思います、はい、でね、これね、最優秀賞はなんと5万円分のギフトカードが当たるという、これ結構な高額ですよね。そうですね、奮発しましたね。で、最優秀賞は5万円分ですし、優秀賞は3万円分、ごめんなさいね、私お金のことばっかりですけど、大事です特別賞1万円のギフトカードが皆さん当たりますから、ここはちょっと知恵を絞って頭をね、ちょっと悩ませつつ、そうですね、川柳考えてほしいですね。ぜひ応募してください、はい、たくさん送ってください、お待ちしております。さあ、2週にわたって西塚弁護士にお話を聞きました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ここで大阪弁護士会からのお知らせです。大阪弁護士会では貧困問題連続市民講座再開第1弾を実施します。2013年4月から3年にわたり大幅な生活保護費の引き下げが実施されました。生活保護費の引き下げが一体何をもたらしたのか、憲法25条が保障する健康で文化的な最低限度の生活はどのようなものであるべきなのか考えたいと思います。日時は12月15日木曜日の午後6時30分から午後8時30分で、会場とオンラインのどちらでもご参加可能です。事前のお申し込みが必要です。詳しくは大阪弁護士会のホームページをご覧ください。以上、大阪弁護士会からのお知らせでした。番組ではメールや街頭インタビューで弁さんのイメージ、弁護士さんにどんなイメージをお持ちですかとお聞きしています。あなたも一票投票しませんか。詳しくは番組ホームページをご覧ください。それではまた来週。大阪弁護士会プレゼンツ、隣の弁さん。この番組は悩まんと頼りにしてや弁護士よ、一人やない。大阪弁護士会がお送りしました。